乃木坂46には加入前にスカウト経験や芸能活動をしていたというメンバーがいます。街中で何度も声をかけられるなどのスカウトを経験しているメンバーや、大物アーティストも所属している事務所で子役を経験したメンバーがいます。中には大ヒットドラマに出演し大物女優と共演していたメンバーがいるのだから驚きです。今回はデビュー前にスカウトされた経験や芸能経験がある乃木坂メンバーを10人紹介します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。井上凪。昨年5期生として加入した井上凪さんは、乃木坂に加入する前も芸能活動をしていました。2013年、井上さんが小学3年生の頃から芸能事務所アミューズに所属しており、子役としてモデル業をしていたということです。アミューズは数々の大物アーティストも所属している事務所ですが、子役なども力を入れています。舞台や CM のほか、チャオなど小学生向けの雑誌のモデルもこなしています。井上さんもバレエのレオタードブランドのスティナというブランドでモデルをしていました。ネットではすでに子役時代の写真が出回っており、すでに顔面が完成されているや、さすが可愛いという声が寄せられています。アミューズは桜学院というアイドルグループがあり、そこに井上さんも入るのではないかと言われておりましたが、そういった活動記録はないので噂程度だったのだと思われます。そんな井上さんは乃木坂46の MV がたまたまいつも通っているところで撮影していたというきっかけから乃木坂に加入することになります。 MV のロケ地が分かったため親近感が湧き、興味を持ち始めた頃に5期生オーディションがあったので書類を送ることになったそうです。これこそまさに運命ですね。山下美月。朝ドラ舞い上がれにも出演した3期生の山下美月さんも実は子役出身です。中学時代芸能事務所レプロアスターに所属しており、演技のレッスンを受けていました。しかしなかなか芽が出ず、オーディションをたくさん受け、やっと合格したのが2013年12月にあった舞台ハミングバーズです。ハミングバーズは院内学級がテーマになっており、山下さんはそこの生徒の一人を演じていました。山下さん自身が当時のことを Hulu で配信されたドキュメンタリー番組の僕たちは居場所を探しての中で振り返っています。毎月自分でお金を払ってレッスンを受け、学校の放課後に制服のまま電車で2時間かけてレッスン場を行き来する毎日だったそうです。その日々の中で山ほどオーディションを受け、100回受けて受かるのは一つだったと話しています。山下さんは疲労困憊になりながらも、それでも叶えたい夢に向かってがむしゃらに努力を重ねていたのです。ですが芸能活動の影響で同級生などにいじめられるようになったのと、親に迷惑をかけたくないということで事務所を辞めることになりました。その後も AKB48 15期生のオーディションや欅坂46 1期生のオーディションを受けましたが落選してしまいます。今の状況からとにかく逃げたいという思いと、これでダメだったら大学受験しかないという決心をし、乃木坂3期生オーディションを受けることとなります。そして見事に 48,986 人の応募者の中から選ばれます。諦めずに努力し続けるという経験が今に生きていると思うので、今後も頑張ってほしいですね。岩本蓮加。3期生の岩本蓮加さんは加入後にも街中でスカウトを受けたことがあるそうです。岩本さんは乃木坂3期生の最年少としてデビューしましたが、加入前はファーストキスポというアイドル研究生グループとして活動していました。小学生がメインで釣りビットの妹分で研究生グループだったようです。岩本さんは当時も元気で明るいムードメーカー的な存在でした。乃木坂3期生のオーディションを受けるため活動期間は1年と短いものだったとのことです。乃木坂加入を決めたきっかけになったのは、岩本さんのお姉さんが乃木坂46のファンだったことのようです。その後乃木坂に加入したのですが、秋元真夏さんとのショールームで加入してからもスカウトされたことがあるとお話しされていました。乃木坂加入後に原宿の竹下通りを歩いていたところをスカウトされたり、カットモデルのお願いをされていたそうです。それだけの人を寄せつける力が岩本さんには今も昔もこの先もあるのでしょうね。小川彩。現乃木坂の最年少の5期生の小川彩さんも加入前に芸能活動をしていたことが分かっています。所属していたのは有限会社グラムが運営しているグラムモデルで、かなり幼いキッズモデルも所属していたので、小川さんも小さい頃から活躍していたのかもしれません。
小川さんは2017年に JAL ロマン飛行北海道編で広瀬すずさんの幼少期役として CM デビューしています。また2019年1月に開催された第6回キラピチェモデルオーディションでは小学6年生の時に参加し合格しました。キラピチでは女子小学生向けの主にファッション系の情報が数多く連載されています。その当時のプロフィールによると小川さんは隅っこ暮らしが好きだったようです。キラピチモデルとして活動している他にも TBS テレビクイズザ違和感に出演し地上波デビューも早くにされています。キラピチモデルを卒業したすぐの年に乃木坂5期生のオーディションに参加しています。5期生オーディションをたまたま見つけて受けなさいって言われてる感じがしたのでその直感に従って応募したと小川さんは話しています。もともと小川さんは斉藤飛鳥さんのファンだったと言われているのでその影響もあるのかもしれません。奥田いろは。同じく5期生の奥田いろはさんは乃木坂加入前に大河ドラマにも出演されています。奥田さんは芸能事務所平田オフィスに所属しており1歳の頃からベネッセのスチールモデルをしていました。なので芸歴はすでに10年超えというベテラン中のベテランです。通信教育のドラゼミのイメージモデルをしていたということもあってか奥田さんの公式ツイッターもありました。6歳の時には大河ドラマ GO 姫たちの戦国に水川あさみさん演じる初の幼少期役として出演しており芦田愛菜さんとも共演していました。他にも2013年の TBS ドラマなるようになるさの大木夢役として出演していたり2011年のハゴラモフーズシーチキンファンシーノリノリトマトサラダ編で CM にも出演しています。奥田さんは高校1年生の時乃木坂5期生オーディションをラストチャンスと決めて受けたそうです。まだ若かったと思われますが大学受験などを見据えた決意だったのでしょう。無事に合格し今後は乃木坂の中でも演技派という地位を確立していくのかもしれないですね。ちなみに他の5期生メンバーの一ノ瀬美空さんは2017年に開催された JC ミスコンテスト2017にて中学2年生ながら準グランプリに輝いたり富里奈央さんは千葉県市川市のご当地アイドル市川乙女に所属していたようで5期生は乃木坂加入前から芸能活動していたメンバーが多い印象です。弓木奈央。4期生の弓木奈央さんは加入前に様々な作品に参加していました。2012年に行われたふわふわというソニー主催のオーディションでファイナリストに選出され翌年ソニーが運営する劇団ハーベストに加入しました。その当時は弓木奈央という名前で14歳から19歳の間活動していました。劇団は年に20回公演があり弓木さんはそれを5年間行っていたということになります。そこで培った演技力を武器にして2014年に映画偉大なるシュララボンで高校生役で映画デビューを果たします。さらに2018年にヒットしたドラマ今日から俺はでは弓木雅子役で出演しています。ファンの間では弓木さんが加入した当時今日から俺は見てたけどそこに出てた子が乃木坂に来るとは思わなかったなどの声が上がっていました。弓木さんは演技もしていましたが歌や踊りに憧れがあったようで以前から好きだった坂道グループのオーディションに参加したとのことです。乃木坂加入前にこのようにいろいろな作品に出演しているのは非常に稀であり貴重な存在となるので今後の活躍に期待しています。柴田優奈。坂道合同オーディションで合格したメンバーで柴田優奈さんも芸能活動を乃木坂加入前に行っていました。フラームという大手の芸能事務所に小学生から女優を目指して2014年から所属していました。2015年にはロッテのウェブサイトで配信された短編映画ロッテスイートフィルムズマイネームに主人公の妹役で映像デビューしています。 X 旧 Twitter では事務所の先輩の有村架純さんとのツーショットが上がっています。有村さんと柴田さんは共演しておりその時の先行上映会で撮った写真のようです。2014年から3年ほどで坂道合同オーディションを受け本気でアイドルを目指すためにこの事務所は退所しています。特に与田祐希さんのファンだったようです。多くの芸能人ともつながりがある柴田さんなのでこれから大きな舞台にも抜擢されるかもしれませんね。筒井あやめ。4期生の筒井あやめさんも加入前に輝かしい経歴を持っています。
筒井さんはサンホーイメージガールオーディションという2015年に開催されたサンホー石とソニーミュージックによるプロジェクトでグランプリに輝いています。このコンテストというのは2243件のエントリーがあり、書類選考、全国5都市での面談選考を得て14名がファイナルに進みました。筒井さんはこの時11歳でした。サンホー石のイメージガールとして2016年の商品カタログのモデルや PR 活動に参加していたようです。さらにはソニーミュージックによる無料レッスンなどを受けてデビューを目指していました。大人の事情によってソニーからのデビューはできませんでしたが、この頃乃木坂のファンだったので友達のお母さんからオーディションを教えてもらったそうです。当時のレッスンなどの経験が現在の乃木坂での活躍につながっているんですね。坂口珠美。3期生として乃木坂に加入した坂口珠美さんは加入前に地下アイドルとして活動していました。坂口さんは2015年頃から2016年春までノンシュガーレーベルで1期生として活動していました。スカウトをされて経験もないまま坂口さんはこのグループで活動するようになりました。コンセプトは日曜朝練アイドルで、2週間に1度日曜日朝10時に新宿門座で公開朝練ライブをしていたそうです。坂口さんが脱退した後、現在も活動を続けています。また同グループには欅坂の元メンバーの鈴本美優さんも在籍しており、坂口さんから鈴本さんとお泊まりをしたなどの話も出てくるほど仲良しです。同じような境遇を持つ鈴本さんは坂口さんにとって良き理解者のようです。乃木坂メンバーの場合、加入前について隠す傾向があるのですが、坂口さんに関しては隠すどころかオープンに話されています。きっとそのアイドルグループ自体の経験がとてもいいものだったのでしょう。乃木坂ってどこに出演していた乃木坂46の樋口日奈さんを見てアイドルを目指すようになったため、乃木坂3期生のオーディションを受けることにしたそうです。それだけ乃木坂46に対する強い熱意があれば今後の活躍にも期待できますね。中村れの。3期生の中村れのさんは小さい頃から光るものがあったようです。幼少期、中村さんは多数の有名モデルが所属するトップコートが開催するオーディションのファイナリストに選ばれるほど芸能に長けていたそうです。乃木坂加入前は乃木坂46も所属するソニーミュージックのガールズエンタメ集団演劇ガールフューチャのメンバーとして活動していました。同グループは様々なオーディションから発掘された次世代を担うような少女たちが集められ舞台を行っていました。その後、中村さんは欅坂46の元メンバーの平手友梨奈さんを見た時に今までと違うアイドルのかっこよさを感じました。その関連動画を見るようになり、斉藤飛鳥さんに惹かれアイドルを目指すようになったようです。また中村さんは乃木坂3期生オーディションと同時にミス ID2017 のオーディションも受けており、セミファイナリストまで進んでいました。ミス ID とは見た目やジャンル、ジェンダーロールにとらわれず新しい時代をサバイブする多様な女性のロールモデルを見つけるオーディションです。乃木坂3期生の合格の方が早かったのでミス ID は辞退してしまったのですが、もし辞退していなかったとしたら中村さんはグランプリに輝いていたかもしれません。そのため中村さんは乃木坂に加入前から芸能の才能があったということが言えるでしょう。今回は乃木坂46に加入前に芸能活動経験やスカウト経験のあるメンバーを紹介しました。オーディションでは芸能活動をしていたかどうかは審査基準には入らないと言いますが、運営は即戦力としてそういう子を取りたがるのかもしれません。芸能活動をこれだけ長く子役の頃から頑張っているメンバーはこちらとしても熱意が伝わり応援したくなります。街中で歩いていたらスカウトされて、それが乃木坂46のオーディションだったという話も聞きますし、やっぱり美女というのは街中にいても目立つのでしょう。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。